全身金属のさ、金属で出来上がっているアノマルカリスがあって、しかも裏見たらなんか組み立てられるみたいなのを自分でプラモデルみたいに、すげえ面白そうだからね、ちょっと買ってみたんだけどさ、組み立て結構むずいかもしれない。アノマルカリス、金属、全身金属の。帰ってきてさ、まじまじ見てたの俺かっけえなーと思って。それじゃ、めちゃくちゃこの間がむずそうじゃね。やべえ、失敗した。あ、でも金属だから壊れることはないかな。プラモとかみたいに割れたり折れたりしないかも。あ、そうだよね。大丈夫だわ。いける気がする。全長約13センチメートル、金属でフィギュアが作れると。で、メタルディノスペシャルっていう、これシリーズ名なんかな。メタルディノスペシャル、まあ、メタルディノか。メタルディノっていうシリーズだと思うんで、俺知ら、初めて見たんだよね、このシリーズ。で、俺の大好きなアノマルカリスがあってさ、古生物に詳しくなるガイドブック付きとか。すげえ、なんか面白そうじゃない？工具とサンドペーパーを付属、すぐに作れる。パーツがこんな感じでバラバラバラってなってて、これ自分で組み立てるってことだよね、絶対に。いや、こんな金属パーツ組み立てるの面白そうだなと思って。アノマロカリスだったし、アノマロカリスが恐竜だったら、まあ、即買いしなくちゃね。やっぱね、めっちゃかっこいい、好きなさ、生物だからさ。でも作れるかどうかちょっと不安だけどね。しかも動くらしいよ、これ。胴体とか、いろいろ尾ひれとか。スタンドが紛ら、あの、スタン、固定用スタンドもついてるし。わあ、すげえ、アノマルカリスが、金属のアノマルカリスが手に入る。この喜び、感動とか。それでは早速、ちょっと出していきましょうかな。大丈夫かな？すげえ不安だけど。まあ、工具と、まあ、工具類は入ってるらしいから、まあ、組み立てに必要な道具は、まあ、いらないんでしょ。特別に自分で、なんかあった方が便利とかあるかな。まあ、出してみてだな。出してみてちょっと考えるわ。出してみてから、どんな感じのものか。初めてのシリーズだからさ、どんな感じかもまだ分かんないからさ。おおおちょっと、ほう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 。あと、ギャムは、そう、食玩じゃねえもんな。ギャム見たくなるよね。ギャム、おお、すげえ。めっちゃ、なんか袋から出した方が重たく感じるんだけど。え、すげえ重てえ。何このずっしり感。メタルディノシリーズの特別版。そうか、ディノだから、これほんと恐竜なんかな？ディノだもんね。メタルディノ。メタルな恐竜ってことなんじゃないか。このシリーズの特別版、そっか、スペシャルって書いとったもんな。古生物の金属フィギュアが作れるキットですと。パーツには2種類のアルミ板を使用し、ソフトアルミ板は工具などで簡単に曲げられ、おー。胴体触手などが動かせるので、あなたのアイディアで臨場感あふれるオリジナルの先。え、な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 、これ。ポーズとか自分で決められるってこと？すげえ面白そうなんだけど。で、これがガイドだって。うわー、こういうガイド超好き。子供の頃は、幼稚園の頃とかにさ、本とかについてたガイド、こういうの全部持ってんだよ、俺。いまだに。こういうさ、書いてあることとかもさ、どんどん変わっていくんだよね、面白いことに。やっぱ新しい発見とかが来て変わって、アノマルカリスだ。え、これすげえ、このガイドも嬉しいわ。アノマロカリスを組み立てよう。ここらが説明書になってるね。え、待って、むずくねえ、これ。大丈夫か？おい、俺大丈夫か？ ちょっと、レベル早かったんじゃない？まだ買うの。大丈夫かな？あ、でもめっちゃ面白そう。うわ、すげえ面白そう。組み立てて楽しいよな、ほんとな。さっきプラも組み立てるのすごい楽しくてさ。まあ、でもこれプラモが楽しいかもしんない。金属だもんね、だって金属。金属で組み立てる。しかも、あ、でも簡単に曲がるって書いてあったから、金属とはいえ、慎重にいかんとダメだよね。ちょ、待ってくれって、いや、待ってくれって、やべ、ちょ、待ってくれって、やばいとこ発見したかもしんない、俺。人類の宝を発見したかもしれない。なんだこれだと。メタルキット。え、待って、紙切り虫とかあんだけど。え、待って、これさ、欲しすぎね。え、クワガタとかあるし、ヘラクレス、ギラバー。え、ガチ、これやるしかないじゃん、全部。これ全種類やるしかなくない？もはや、これ。これ売ってんのかな、普通に。週刊？え、き、あ、期間って書いてある。期間も出てるんだね。1100円。メタルディノシリ、やっぱ恐竜あるんけ。これ待って、これスピノサウルスじゃねえの、これ。スピノサウルスじゃん。え、サイズどんぐらいなんだろう。めっちゃでかそう。ティラノもあるし。あ、恐竜系コンプだな、これ。全部出てんのかな。あ、で、スペシャル版がアノマルカリスなんだ。俺、超レアじゃん、これじゃ。たまたま俺、スペシャル版ゲットしたんだわ。え、なんでない、この運の良さ。たまたまスペシャル版をゲットできた、この感動と興奮じゃん。普通は昆虫とか恐竜なんだね。俺はたまたま、めっちゃ運がいいんだけど、これ慎重に組み立てよう。失敗しちゃったらやばいからな。まずパーツ出してみるか。パーツを出して見てみましょうかなと。
パーツをチョキチョキと切り、さっ、あ、でもね、そこまで大きくないかも。13センチだから結構でかいなと思ったんだけど、パーツ一つ一つはそこまで大きくはないかな。簡単に曲げれそう、ガチで。はぁ、こんな感じなんけ。これね、これ。ネジか。ネジ部分とか。で、これが、あ、これもネジか。まあ、ネジつうか、刺す。ジョイントパーツみたいなやつ。金属パーツ。あ、すげえ綺麗。あ、でも結構硬いぞ。 H1 から3のパーツをサンドペーパーで、まあ、尖ってるところがあったら削るんだってあるかな、まあ、一応ちょっと確かめてみるかな。尖ってるところ、痛いところだよね、要するに。痛いところがあるか。あ、ちょっと待って、ここ痛いな。ここだよな。あ、ここだな。あ、すげえ、サンドペーパーすげえ、ガチで痛くなくなる。あ、もう全然痛くない。ちょっとチクってしてたんだけど。あ、すごいすごい。サンドペーパーちょっと削っただけなのに何も力入れてなくて、ちょっと削っただけ。つうか、これ削りまくったら形変わんのかな。すげえ、結構脆いんだな、このアルミってやつ。ソフトアルミって言ってたよね、なんかね。要するにこれ切るってことでしょ、ここ。ここ折ってぶち切って4つのパーツにするってことだよね。絶対に。そういうことじゃねえの。もう切っちゃったからね、これ。切っちゃったから後戻りできんよ、これ。絶対そうだもんね。あ、そっか、こう切ったところすげえ痛えわ。あー、そっかそっか。ここをサンドペーパーで行くんだわ。こうサンドペーパーで。おー、すげえ、めっちゃ後ついてる。すげえ、ちょっと削っただけでほんと痛くなくなる。なんで？あ、まあ、なんでっつうか、あれだよ、削られてるからか。まあ、そうだよな。削られてるからだよな。で、こっちも切って、ボルト使うな、ナットとも。ボルトとナット、7×2mm のボルトとナットを使って、H1 の穴に通してナットで固定と。別に向きとかは特に書いてないから、まあそのまま入れちゃっていいんだよね。こう入れて、ナットで固定するんだって。こんな感じで OK ということか。めっちゃ簡単かもしれん、これ。なんか簡単記憶が出てきている。次は H4 と H2、H3、H1 をこのように組み立てて、まあこれを作るわけ、胴体だな。こんな感じで全部パーツを、これ向き間違ったら終わる系だよね。向き間違ったら終わる系だから、向きをちゃんと確認して、まあ下にこの切り込みがあるところをこうセッティングしていけばいいのかな。多分これプレート自体には向きのないよね。絶対に。大丈夫だよな。これで OK と。で、次にこれを被せて完成ということですが。大丈夫、合ってるやん。でも間違ってたらこれ多分取れるな。分解できるな。大丈夫だわ。悪いこともなさそうだし、なんとかうまく作れるような気がして、これで完成か。でもこのままだとまたガチャンって取れちゃうからね。これから先なんか固定が必要になるの。 S1 を H4 の溝に差し込み、穴にボトルを通すと。ああ、これで固定するわけか。要するにこのネジのところにこう通すんだって。こういう風に OK、 こうだね。出っ張りが出てることをネジにはめて、こうどん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 こう重ねていくんだ。そうすることで段差層ができるんだな。すげえなー、これよくできてるな。ちょっと感動してきた。まだ全然完成してないんだけど。なんか泣きそうになってきた。ちょっと、すごいわ、これ。めっちゃよくできてる。あの特徴的なさ、アノマロカリスの縁のボディが表現されてるよね。この金属のプレートで。で、最後に、ナットで止めるんだって。ナットで止めて、これでも固定して、もう取れないって。早くボールナットとかも使ってみたいよな、ボールナット。ボールナットだったっけ？あれなんだっけな。あ、袋ナットだ、ごめん。袋ナットだってね。だそのような名前のナットがあって、あれも使ってみたいなと。まさかのドライバーが届かないっていうことがね、判明して、指で回すしかなかった、やっぱ。指でね。まあ指でもがっつりいけるから、まあ大丈夫なんだけど、指でこうもう取れないからね、完璧に。完璧取れないから、全然大丈夫なんだけれども。よし、とりあえずできたぞ。全部。で、次、後部か、じゃあ。あ、チューブだ。全部チューブ後部に分かれてんだね。で、チューブも、まあ、同じように組み立てんだよね。こんな風に組み立てていき、そして後部。後部を組み立てるということか。パーツをね、切り離した時にね、こう、ボコって出ることがあるんだけど、これね、いくら削ってもね、削ったら減るかなと思ったんだけど、いくら削っても減らないから、これ切った方が早いね。最初ニッパーで切ろうと思ったんだけど、なんかニッパー刃が、あれプラ模様だからさ、あ、プラ模様なんかな。まあ、多分プラ模様。金属用とかあるかどうかはわかんないけど、このペンチのさ、ここの部分めっちゃ強いじゃん、ここ。だからここで切った方がね、ここバツって切って、それから、ヤスリかけとか綺麗になるということが分かったわ。
金属用のニッパーとかあんのかな。あれプラマのビッパーってやつなんだけど、あれ多分プラモコーナーで買ったから おそらくプラモ用だと思うんだよね。待てよ、これハサミの方がめっちゃ簡単で綺麗に切れるかもしれない。先っぽで簡単に切れるわ。え、ニッパーでも切れんのかな、別に余裕なんかなあれ。一応あのスパナついてんだけどさ、指でやった方が早いし、がっつりいける。まあ、スパナの方がそれはいけると思うけど、がっつり。でも指でもね、がっつりいけんだよね、思いっきり。力込めれば。これ握力とか関係なしにね。握力とか関係なしに、誰でも、ほら、めちゃくちゃ硬くいけるから、なんかスパナいらない気がする。これでも回んないとこでスパナ使うんかな。スパナ。でもスパナの方が、ほら、これ以上いかんからな。結構がっつりいけてんだよね、やっぱ。チューブ、全部とチューブが完成。で、次は後部に行く前に全部とチューブをボルトの 16×2mm、あとナットで固定する。つなげる。ドッキングですな。わー、いいね。このロボ系は、ドッキングが楽しいからね。ロボ系はね、向き間違ったら悪いけどね。まあ、間違いねえか。それは、全部こっちでかい方だから、こっちを前にして、まあ、形的にはこうだね。で、ここを、合わせて、こう、ネジでこうね、止めるっていう形になるのかな。待って、これ中に入るのはこっちか。こうだね。こういう形でボルト長いの通して、こう、固定すると、うわぁ、あのマルカリスになってる。すごいね。しかもこのヒレの部分がすごい柔らかいからね、形本当自由につけられるっていう、自分のオリジナルのポーズっていうか、オリジナル造形ができるってことか。めちゃめちゃいい感じじゃん。で、長いやつ。一番長いボルト 16×2。一番長いやつだよね。間違いねえな。この一番長いやつが 16×2 だから、この 16×2 のやつを胴体に通して、ナットで止めれば、胴体の全部とチューブの合体が、OK。こう通って、だよね、これ間違いないよね。大丈夫だよな、合ってるよな。で、あとはナットで、まあ、間違ってもこれね、大丈夫ってことが判明したから全然余裕だわ。根元までは指でこう回していき、根元についたらスパナか。こことか指で回せないからやっぱ重要だわ、スパナ。これごめん、スパナお前重要だわ、すごい。ただね、回しにくいんだよな、すごい。パーツがあるからこれ縦で回しても回るから、こうだな、こう回すしかないのか。スパナってこうやって使えるんだな、知らんかったわ。これでも、回せるんだよね。こう、縦にして。こう、横じゃ絶対入んないから、これ。横じゃ入んないから、こういう使い方できるんだね。ガチ知らんかったわ。これでガッツリ回して止めれば。いや、めっちゃ楽しい。マジ、金属のさ、プラモ組み立ててるみたい。金属のプラモデル。つか、そうだよね。金属のプラモデル。あ、プラスチックじゃないから、金属もモデルか。金属モデル。で、胴体後部を組み立てると。後部はちょっと、全部チューブとは違う感、あ、折り曲げるんだ、こうやって。折れる、起点となる部分っていうのかな。この、折れるところをこう指で押さえて、グニって曲げていけば、まあ間違いはないよね。グニって曲げていけば、こんな感じでね。こんな感じで、あ、もうちょい下に。グニーン、グニーン、グニーンと。これで、あ、尻尾のさ、尾ひれ。後部、そうか、後部っておひれの部分だもんね。おひれの部分か。まあこうやって折り曲げて。おー、すげえ。金属パーツ、ほんとかっこいいね。輝きが違うわ。金属モデルは。こういう状態でネジを。ネジの長さが 13×2 だから、中くらいの長さのやつか。まずは、入るかな。まあ、ギリいけるな。ギリでいける気がする。入んないかな。ちょっと塞がって、あ、いけるいける。これでまっすぐ通せば入るよね。で、あとはナット、ここ押さえたまま裏返しにして、ナット上にしないとね、入んないってことが、まあ当たり前なんだけどさ、最初気づかなくて、横にした状態でさ、入んないなってやってたんだけど、これ横にしないで上にすればすぐはまるから、こう、上にした状態でナットを、いや、ここあれだな、スパナで最初からいかんと。ナット乗せた状態、指でも回せないとこだった、ここ。スパナすげえな。OK、もうこれ以上いかんか。あとは、スパナで、こう、縦回しで。締めれば、もうここまで来たら外れることはないと思うから、あとは、これで。いけそうだけどな。あ、いける。あー、でもすごい。ダメだな。ちょっと縦に回して回りそうになったら横にすればいいか。合ってるよね。間違ってないよな。オッケーオッケー。で、次がね、胴体チューブと H8 に 13mm のボルト通して繋げたでしょ。で、次、S8 か。S8、上の部分つけるんだね、これ。このプレートを溝に入れて、固定するのか、出っ張りを曲げて。固定する。へぇ、出っ張りで固定するんか。なんか新しい感じがする。で、あとはこう、S9 の溝を、また同じか。
はめ込んで出っ張りを曲げて固定していけば、下までちゃんと折らなきゃいけないから、ここペンチでやった方が多分挟んでグッていった方がいけるね。こうって下の方にグッとやって固定する。最後のプレートをここにはめて、あと下から通して固定か。あ、ここから通すんか。あの穴に通す。で、この溝に入れて、あとはまたペンチで押さえてグッと曲げれば、もうほぼ完成だよね。あとは頭側作ってつなげれば、めっちゃかっけー。すげえいい感じ。ちょっと稼働するのもいいよね。向き変わったり。このヒレのさ、向きも変えられるから、こうガッて、ほら。ガッて、こう変えられるのがいいよね。すごい。まずは頭の骨格を組み立ててから、目を組み立て、頭に取り付ける。そして完成かな？すげえ簡単じゃん、これ。頭。で、まあ、いろいろ組み、いや、難しいかもしれない。ちょっと待って。難しいかも。で、頭と胴体を合体させる。で、最後に牙か。触手、この牙の部分、触手の部分をやるんだね。H11 を直角に折り曲げ、穴にパッと差し込む。ついにこの、パーツを使うのか。これだけプラスチックだね。これプラスチックのパーツで、これを使うらしい。まずこのパーツを直角に、あ、ちょ、硬い気がする、これ。すげえ硬い。あ、ソフトじゃ、なんか書いてあったもんね。ソフトアルミとかさ、これ硬いアルミなのかも。硬いのすげえ硬いわ。あ、だから、ハサミで切れなかったんだ。ここハサミで切れなくて、ニッパーで切ったんだよね、ここ。根元だけここ。で、めっちゃ削って平らになったんだけど、あ、硬い。そういう、あ、忘れてた。書いてあったね、そういえばね。強化アルミなんかな、これ。つうか、普通のアルミなんか、さっきのがやばいアルミなんかな。そして、このパッドを入れると。スポッ、こんな感じだよね。こんな感じでパッドを詰め込んで、これ何の部分だろう。あ、あれかな、触手、牙つけるとこじゃないこれ。針を下に、まあ、でも出っ張り取っちゃったけど、まあ、いいや。出っ張りを多分下にしなければならない理由があるんだろう。あ、見栄えか、見栄えの問題だ。これ、あの、頭の上に多分出るから、切った部分を下に見えない風にするということですな。あ、で、これ使うんか、これ。ちょっと気に、あの、パッドと一緒にね、別パーツで入ってたんで、これなんだろうと思ってすげえ気になってたんだけど、これをついに使う。これを、ここにはめ込むのか。何か全くわからんけどね。ここにはめ込んで、おぉ、こんな感じ。なんだ、あ、口だあのマルカリさん、口だわ、これ。そっか、口だわ。今気づいた。最初パーツ見てたとき、なんだろうこのボールみたいな、ドームみたいなやつって思ってたんだけど、これ口だわ。これ口だったんか。いや、めっちゃかっこいいじゃん。で、あとボルト 13×2。指も入んないし、ここ、あんま強く止めなくていいってことかな。でも可動部分じゃないから、これ、固定部分だからさ、頭の。結構強く回さんとダメってことだよね。難しいな。結構ナットのね、締めるのが一番難しかったかも。今回。あと他難しいとこは、ないよな。あ、でも基盤とこちょっと難しそうだな、触手の部分で。ついにこのでかいパーツか、気になってたんだよね、これ。これ目玉だったんだね。で、折り曲げ作業がまたあるね。平行に折り曲げるんだってさ。こっちが表か。こっちツルツルしてるから、こっち側に折り曲げか。こっち側に平行に。あ、すげえ柔らかい。全然違うんだな。何の成分が違うんだろう、同じアルミなのに。面白い、科学だな。科学って面白いね、やっぱね。ボルトの小さいやつ、5×2 のやつで、ナットを挟んで、袋ナットで止めて、目玉が完成。H14 の出っ張りを S10 の穴に引っ掛けるように差し込み、S10 を H10 に沿って曲げて、出っ張りを入れるっていう。まあ、引っ掛けて出っ張りをね、両サイド入れればいいってことか。そういうことか。ほうほうほう。すげえ、めっちゃよくできてんな、これ。なんかね、目がね、あの、袋、ナットだっけになってね、ここに引っ掛けて、こうね、引っ掛けて、あとこう曲げて、あとはこの穴に出っ張りをこう入れるだけっていう、こういうことでしょ。おー、できた！すげえ！目だ！アノマルカリスだ！アノマルカリスが誕生した。このさ、締め具合がかなりこう重要だってことが分かったわ。こんなもんかな？締めすぎてもさ、硬くて回んなくなって、緩すぎるとカクンってこう落ちちゃうから、ま、調整、あ、こんなもんだね。オッケーオッケー、ちょうどいい感じでできたぞ。オッケーオッケー、できたー！アノマロカリス。すげえ。え、てか、組み立てすげえ楽しいんだけど、これ。もっとやりたいな。恐竜組み立てたい。でかいやつで。でも、まだこれでも完成じゃないからね。この、動き。滑らかな動き。素晴らしい。金属で表現されとるね。で、牙の部分、触手の部分に、最後、映る。わー、ここまで来たか、ついに。めっちゃ時間かかったんだよ、もう。触手を組み立て、頭に取り付けると。触手を組み立て、まあでも折り曲げ
三枚だね、これね、余裕で。余裕で折り曲げ三枚だね。まずは、溝と溝を合わせんだよね。溝と溝を合わせてから、両端を折り曲げる。この溝と溝を最初にこう折り曲げる。この、溝と溝を合わせてから、最初にこう折り曲げて固定する。こっちも折り曲げると。こういうことか。おおほうほう。で、中身のこの3つも1本ずつ綺麗に折りたたんで、まずは固定するという。さ、よし。こうだね。固定する。で、次は、隙間のできないようにこう折りたたんでいくわけか。根元から先へ順番にこう隙間ができないように、隙間できたらまずいんかな。隙間できても別に問題ないよね、気がするけど。隙間ができないようにって、そういうことだよね。ただ単にこの間と間を密集して、密集地帯にしろってことでしょ。ちゃうのかな。隙間できてないよね。隙間ができないようにしっかり折りたたんでいきます。隙間ができないように。え、これめちゃめちゃかっこいいんじゃない、この触手。え、このあのマロカリスさ、特徴的な牙の部分。これやばくね。すげえかっこいいんじゃないか。隙間できてないよね。隙間できてないから。これで大丈夫か。おお、できた。で、もう片方を。めちゃめちゃかっけえ。あのマロカリスの特徴的な2本の。これで食い散らかす。すごいね、触手できたわ。でも口の部分も結構鋭くて気に入ってんだよね、この口の部分。で、あとはこれ取り付けるだけだよね。はははは、ぶち込んで折り曲げる作業とかないね。で、ヒレの形を整えて、スタンドを組み立て、飾る。できた。ハドバルカリスできた。ハドバルカリスできた。マジで、ぶち込むだけだって、これ。大丈夫だよね。え、絶対ここまで来てミスった、折れたとか言ったら、ここ折れたら多分もうつけらんないから慎重にいかんといけんよな、これは。よし、ちょっと行きますかな。ここに、ぶち込む。で、ここに、ぶち込む。ちょっとさ、これさ、多分曲がるやつだから、ちょっとこう、角度つけてもいいんじゃないかって。ほら、ほら。できたー、アドバロカリス。めっちゃかっこつけてもね、これ完成ではないんだ。これがなぜかというと、あのスタンドがあるから、スタンドを作らなきゃいけないわけ。ここを直角に曲げたら逆サイドにこうグニーンって曲げていくんだって。丸く円の動き、円の動き、このようにして円の動き。おお、できた。こんな感じでスタンドができる。で、このスタンドの溝の部分があるから、このスタンドの溝の部分にはめるじゃん、はめ込むじゃん。そしてなんだこれは、なんだこれ。いや、アノマルカリスなんだけどさ、なんだこれやつが、すげえ。全身メタリック。金属でできてる。ちょっと牙のジョイント部分だけプラスチックだけど、それ以外は全部金属だもんね。っていうか、出来上がり見てなかったよね、全くね。出来上がり、スタンドにセッティングする前に、出来上がりを見ようぜ。うわ、すげえ。アノマルカリス、超、かっこいい。いや、つか、でかいな。これ約13センチって書いてあったよね。めちゃでかく感じる。あと、お目目が可愛いよね。この袋ナットがお目目になっている。アノマロカリスのお目目になってて。牙ね。牙の迫力。すげえかっこいい。うわぁ。裏から見る。お腹側から見るとこんな感じになってる。で、横から見るとこんな感じだね。この滑らかな動きも再現されているぜ。で、これヒレもね、自分でこう、いろいろ微調整とかできるから、このように、段差つけたりとかもできる。特徴的なヒレをね。すげえ柔らかいんだよね、ここのパーツ。ちょっと整えるかな。そういえば整えてなかったね。形を整えて、まあ、こんな感じで整えて、さ、あのマルカリスの形が、はあ、再現されてる、忠実にメタルで。すごいね、金属パーツで、あのマルカリスが。え、めっちゃかっこいいんだけど。あ、ちょっと待って。あ、牙つけたら重くなって下がっちゃうから、ここ固定してもっと強く締めていいわな、と。あんまり硬く締めるとね、動かんくなっちゃうからな。こんなもんでいいよね。自分で調節できる程度で。よし、できたぞ。アノマロカリス、金属アノマロカリス完成。うわー、めっちゃかっこいい。しかも組み立てもすげー楽しかった。組み立てが超楽しかった。アノマロカリスの金属メタリックボディ。スタンドも柔らかいね、アルミでできてるから、いろんな角度つけられるからさ、自由な角度で飾ることができる、飾れるんだよね、アノマロカリスを。すげえ、めっちゃかっけえ。すげえ、なんかおしゃれだよね。金属のアノマロカリスを飾っておくっていう、この、え、たまらんくないこれ。アノマロカリスファン。
めちゃめちゃかっけ、しかも自分で作り上げたってやつだよね。完成品をさ、そのまま買ったんじゃなくて、自分でこれ組み立てたっていう、そこが熱くない？オリジナル世界で一個自分だけが、自分だけの、アノマロカリス金属の自分で組み立てたね。自分で組み立てたの世界で一つだからね。めちゃめちゃ熱くない？そこも。さ、いや、目ん玉ほん、一番のポイント目ん玉かな。袋ナットってところはすげえ顔よかった。ここポイント高かったわ。めっちゃ顔よ、もうキュンとしたもん、ここ顔よすぎて。袋ナットで目を表現しとるんかと。画像見ただけじゃわかんなかったんだよね。実際組み立ててみてわかったわ。初めて。袋ナットって言葉も知らんかったしね。この袋ナットになって、ま、次からわかるわ。あ、目が袋ナットかみたいな。これ袋ナット覚えたからね。袋ナットだっていうね、名前ね。完璧に覚えたから、まあ、次からわかるけどね。最高の出来だったなぁ。これが金属のね、アノマロカリス。このシリーズいいね。こんな感じなんか。なんか恐竜とかさ、昆虫とかもあるみたいだから、また見つけて買ってくるわ。これ組み立てすげえ楽しいよ。いろいろ、なんか、頭使うから頭良くなる感じがする。めちゃめちゃ、すげえ頭使った。めっちゃ時間かかったけどな。こんなちっこいさ、アノマロカリス作るだけでかなり時間かかったら、恐竜きっとでかいでしょ？おそらく。めちゃめちゃでかいと思う。あ、同じサイズ？同じぐらいなんかな？スピノサウルスやる、一気に。でも、スピノサウルスとティラノはメインだよな。最初にさ、他の恐竜とかやってもいいんじゃないかなとはすごく思うけど、めちゃめちゃいい感じの出来だったな。金属アノマロカリスめっちゃかっこいいわ。いやー、いい。これもう一個欲しいんだけど。もう一個売ってるかな、どっかに。めっちゃいいね、この輝き。でも、あ、通販だったら買えそうだな。通販でちょっと、全種コンプリートセットとかあったら買いたいよね。古生物セットみたいな。でもなんかさっきカタログみたいに載ってたじゃん。あれ見た感じだとアノマルカリスしかなかったよね。古生物的なやつは。古生物セット欲しいんだけど、古生物セット。すげえいい感じ。アノマルカリス。金属、アノマルカリスである。めっちゃかっこいい。かっこよくもあるよね。話してみると、こんな感じになる。すげえ、離れても輝きがわかるわ。アノマルカリス、すげえいい感じだった。ありがとな、アノマルカリス。俺の部屋に来てくれて、一生大事にするよ。お前も家宝だな。家宝、アノマルカリス。俺結構ね、アノマルカリスコレクション持ってるんだけど、一番、ナンバーワンになったわ。自分で組み立てたっていうのが本当熱い。俺が組み立てたアノマルカリスだぜ、みたいな。すげえいい感じじゃないほら。かっこいいなぁ。かっこ、な、でもなんかかわいいね。かっこかわいいね。かっこいいしかわいくもあるわ。すげえよかった。ということで、今回は全身金属の塊、全身メタリッキーなアノマルカリスのね、組み立てレビュー動画でした。みんなもぜひね、ゲットして組み立てて飾ってみて。すっげえかっけえぜ。このアノマルカリス。やばくない？この威圧感。さ、うわぁ、かっこいいなぁ。輝きがたまらんわ。マジこれもう一体欲しいからもう一体ゲットしよう。もう一個、つうかもう一回組み立てたい。次やったらもっとうまくできるわ。これさ、赤いメタリッキーバージョンとかないかな。赤とかさ、アノマロカリスすげえ似合うじゃん。赤いメタリッキーバージョンとかすっげえ欲しくね、これの。うお、かっこいい。赤メタリッキーアノマロカリススペシャルバージョン超限定みたいな感じ。うお、ちょっと探してみよう。いや、多分ないと思うけど。多分ないと思うけど、探してみるわ。アノマロカリス超かっこいいな。ガチ、たまらん。これすげえ、この角度が一番好きかな、やっぱ。めっちゃいいね。目と牙、あとヒレも目立ってるし、尾ヒレもちょっと見えるし、この角度がナンバーワンかな。このアノマロカリスちゃんは最高の金属カリスだった。ありがとう、金属カリス。